回はこのアイドルタイムプリパラ夢オールスターライブの体験版をやっていきたいと思います。はい、スタート。スタート押したよね押したね。私アイドルのゆい、これからライブに行くんだ。自分が出る方ってことかな。でもその前にライブ用に夢カーのコーデをデザインしなきゃ。まあ女子力も女子力、いや、なんかこの何やった、プリパラやったっけ。プリパラってなんかよく聞くんやけど、全く一回も見たことなくって、こういう感じ、ファッション系のやつなんやね。ファッション系、アイドル育成なんかな、わからん。マイドレスデザイン、ヘアアクセ、トップス、ボトムス、シューズを自由にデザイン。作ったマイドレスを着てライブに出演。型紙、服の色、模様、デコブランド、デコレーションってことかブランドを選んで名前をつけたらか。名前もいるん、マジで。おまかせをそれで簡単デザイン、うーわ、それにしそう。まずとりあえず体験版くらいはきっちりなんか決めていこうかな。できるんかな、体験版から。作りたいコーデの型紙を選んでね。うんうん、ドーリーチュールトップス。私あのファッション用語も全くわからんけんね。この2択、セクシーフレアトップスかドーリーチュール。私ドーリーチュールにする。いや、私こう見えてね、なんかこう女の子らしいもの見るのは好きなんよ、自分が身につけんだけで。はい、オッケー。こんな部分的に変えていくん、そういうこと。あ、かわいい、もう絶対かわいい、超かわいいなるほどね、こういう感じのなんやね。いや、私職業体験的なものもやったことなければ、こういう何、ファッション系のゲームもやったことないけんさ。いや、もう私もう完璧にピンクやろ。え、超かわいいやん、パウダーピンク。これ模様は、おお、なるほど、そういう感じ。これは、おお、なるほどなるほど、うん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 。でも私これがいいな私これがいい。千鳥柄好きなんよね、めっちゃ。模様の色、あ、模様も色が変えれるんか。じゃ薄いグレー、あ、これ白、あ、白なのね、これ。うん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 、これはなんかちょっとあんま分からんぐらいの薄く入っとる感じやね。水色、いや、でもグレーが一番可愛いと思うな。ピンクとグレーの組み合わせとか最強やけんね。これやろこれやろ、ストーングレーいきます、これで。オッケー、次はコーデのデコを選んでね。ふんふん、羽を選んでデザイン。羽ありかなしか。でもアイドルなんやろ、アイドルやったら別にね、まあ、別に普段着なわけじゃないけん。これ前向いてくれる、あ、前向いてくれる、見えんやん、髪の毛のボリューム髪の毛のボリュームよ。え、でも可愛いんじゃない、わからん。じゃあこれにするね。はい、オッケー。ブランド？何これ何これ？え、何これ？ん？なんて書いたの？わからん。なんとかなんとかのブランドでポップなメイキングドラマができる。ポップなメイキングドラマ。ふんふん。あ、これや。キャンディーアラモード。あ、ラブリーなメイキングドラマ。え、めっちゃいいやん。このコーデはどのブランドのイメージかな？やっぱりこのホリックトリックとかなんか分からんけど、ちょっとセクシー系な感じするし、これポップな感じするし、あ、買い取りやん、クールって書いてるし、ファンタジータイムやろ。ラブリーでいこう、ラブリーで。はい、オッケー。ドーリーチュール、何コーデの名前。はい、あ、なるほど、こういう感じでつけるんやね。ドーリー、夢色、ドーリー、アンジュって何？あ、なんか下まである。パウダー、ピンク、ピュア、ホワイト、千鳥そのまんまか。チェック、ラブリー、ドーリー、夢色、アンジュってなんなんで、パウダー、なんとなく、あ、組み合わせる言葉は一緒なんやね。下は下で違うんかと思った。パウダーチドリちょっと待ってパウダーチュール、チュールトップスやもんね。えパウダーチュールトップ、チュールトップスよね、これ。ちょっと自信がなくなってきた。はい、これでいく。オッケー。え、てかこれ上だけ、下は
下このまんま？え、なんかもうちょっと可愛いスカートとか箱や。ちょっとそこ納得いかんよ。マイドレスデザインなんこれ。はい。すっごく夢素敵な夢川トップスの完成。次はボトムス。どんなデザインにしようかな。あ、一個一個やっていく感じなんよね。なるほど。型紙を選んでね。ドーリーチュールスカート。セクシーフレアスカート。いや、確実ドーリーチュールやろ。あ、でもこれはこれで可愛いんやけどね。でも上に合わんと思うけん、これにする。はい。コーデの色と模様を選んでね。ふんふんふん。これ白やろ。ピンク。あ、そういう感じか。そういう感じで色がつくんか。なるほど、なるほど。これは紫、水色、いや合わねえ。黄色、やっぱり紫かピンクかのどっちかよね。ピンク、紫、え、どっちがいい？え、ピンクやな、ここピンクやな。ピンク、あ、そっか、白かピンク。え、ピンクでいこう。模様はどんな感じ？今これ無地？でもこれガラガラってなんかね。なんかねえって感じじゃない？ハート。ここはもう無地でいいんじゃないかな。無地でいこう。うん、これでいいよ、これで。そんなガラガラしすぎてもね。はい、オッケー。尻尾、尻尾、え、これ、尻尾じゃないやん。これ尻尾なん、リボンよ。これはリボンというものよ。で、これもちろんファンタジータイムやろ。上と下でブランドのイメージ違っとったら絶対バランス悪くない。え、なんかこれなんかね、背中にもお尻にもなんか生えとるけど、こんな感じでよろしいの？はい。夢色チュールスカートでいいや。夢色かわからんけど。え、ちょっと待って、ピンク、ピンクチュールスカート、ピュアチュールスカート、ホワイト、ホワイトじゃない、ラブリー。さっきラブリーにしたんやったっけ。で、夢色、チュールスカート、オッケー。はい、こんな感じで。マイドレスデザイン完成。いいね、いいね。今のがあれ、何、夢すごいって。こんなに夢からのボトムスができちゃった。最後はシューズ。どんな組み合わせが似合うかな。シューズも型紙を選んでね。ドーリーチュールシューズ、セクシーフレア。いや、ここはドーリーチュールやろ。もう揃えてくやろ、そこは。コーデの色と模様を選んでね。あ、かわいい。シンプルにかわいい。これなんか微妙ね、薄くない色。何、靴にも羽が生えてるの。どんだけだよ。なんかここはやっぱりピンクですね。うん、これが一番だね。模様、見えない、見えない。ちょっと横向いて、ちょっと反射で見えない。いやー、絶対違う。柄はやっぱりいらん気がするな。うん、いらない、無地でいこう。はい、オッケー。はい、ファンタジータイムで。ドーリー、ドーリーチュールシューズでいこう。オッケー、これでオッケーでしょう。イエーイ、マイドレスデザイン完成。こんな感じ。ドーリーチュールシューズ、全体的にラブリー。わーい、夢カンのシューズもできた。これで理想のコーデが夢完成。コーデもできたし、いよいよライブ、夢頑張るぞ。そんなライブの直前にコーデ決めおったんじゃいかんよ。なにこれ、テレビライブ丸一。リズムボールがマイクリングに向かって動くよ。靴が重なったら下画面のボタンをタッチ。リズムゲームってことか、こっからは。連続で成功するとボーナスランクが上がってもらえるいいねが増えていくよ。いいねがもらえる。ファンからってこと？お、メンバーアピールで決めポーズをアピールしよう。あ、なんか、ソロってこと？プリチケと金色の枠が重なったら下画面のボタンをタッチ。何プリチケって。アピールが成功すると背景が変わって可愛さアップ。待って、プリチケって何？あれ？ん？そういうこと、ちょっと分かりづらいぞ。メイキングドラマスイッチオン。
フィルムと金色の枠が重なったら下画面のボタンをタッチ。なんかタッチすることいっぱい。規定レコードでいろんなメイキングドラマに変わるよ。熊監督も応援。監督熊？マジで？まさかの。サイリウムタイムでキラキラ光るサイリウムコーデに変身。下画面の上をぐるぐるスライドして光のパワーをたくさん集めよう。規定レコードでいろんなサイリウムコーデに変わるよ。待って、ちょっとなんかパンクしそう頭が。なんだなんだ。下画面の上をぐるぐるスライド。ほうほう。なんかよくわからんぞ。ライブのフィナーレを盛り上げよう。いいねをたくさんもらっているとプリズムボイスの力でフィナーレがパワーアップ。テレビライブでは長押しリズムボールが出てくるよ。リボンが伸びている間、下画面のボタンをタッチしたままにしてね。これそれぞれちゃんと説明出てきてくれるんかな、その時その時。はいはい。あー待って、怖い。はい、もうめっちゃ怖いよー。はい、これ押しっぱってことよね。はい、あー怖い。めっちゃ集中。メンバーアピール、はい、オッケー、めちゃめちゃいいね。はいはい。押せてる、ちゃんと押せてる。おお、めちゃめちゃいいね。なんか可愛いとかよりもさ、めっちゃ真剣私は今。はい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 、オッケー、はい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 。ちょっと怖いんですけど。お、パーフェクト、やったね。はい、メイキングドラマ何、あ、こういうことね。はい、全然画面全体が見えない。何、夢かマジッククロックなんじゃい。なんだなんだ。はい、ぐる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 。何、オッケーなの今の。はい、フィナーレ、オッケー。あーダメや、惜しかったねって出た今。はい、あー、スピードが惜しかった。めちゃめちゃめちゃいいね、ありがとう。ありがとう、ゴーゴープリパライフやって。今回の結果はどう、いい感じなの。それはランクソロプリパラデビュー、なんか10枚もらった。コイン30枚。お、40枚。ほい。自分で作ったコーデを着てライブができるなんて夢最高。これからも新しいコーデを作って、もっとライブに夢挑戦するぞ。夢夢うるさいな。アイドルタイムプリパラ夢オールスターライブは、それだけじゃないぜ。誰、何？え、誰誰？夢オールスターライブには、俺たちウィズの3人で遊べるダンプリモードも入っているのさ。その人たちは体験版では出てこんってことか。えー、すごい、夢楽しみ。はい、ということで今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なるほどね、プリパラってこういう感じなんや。これ右と左の女の子おるけど、私は断然右の女の子派やな、かわいい。